のレースの相棒をご紹介したいと思います。こちら GSX-R150 のゼッケン12番、こちらのマシンが今回のパトリちゃんの相棒です。それではちょっとマシンを見ていってみましょう。色は私のマシンと同じトリトンブルーメタリックナンバー2です。こちら R150 のマシンは確か GSX-R125 と、同じ大きさ、車体の大きさだったと思うんですけれど、馬力が 25cc アップということで5馬力アップしているとのことです。そのため今回のコースでは程よいパワー感となっております。3番手には、庄司博之さん、そして4番手にはゼッケン71番の上崎純一、2列目5番手には三沢選手、6番手笠井選手、7番手大久保選手、そして3列目8番手には小澤選手、そして9番手先ほどご紹介いたしました高梨選手が9番手、そして10番手には川島選手というオーダーになっております。さあ、全てのライダーがこちらグリクンロックオン3周のワンドラップラップを行います。楽しかった。イエーイ。行きました。さあ、一周目勝負です。
手でしょうかね。さあ、ゼッケンだ。グループに分かれ始めたというところでしょうか。オープニングラップを取るのは MTL カップ無事終了しました。そして小鳥ちゃんは今回初めてのレースだったんですが、こちらの GSX-R150 をレンタルして無事レース完走できました。初めてのレースということ でかつ今回イベントにも一人で来たので結構不安がいっぱいだったんですが、初心者の方が多くて、でそのもって、つなぎというか、走る装備を2つ持っていけば、マシンはこちらで整備されたマシンをお借りすることができるので安心して走ることができました。で今回使ったコースが、白糸スピードランドといいまして、新富士インターかもしくは川口湖インターから降りて下道で来るような形になってます。東京から朝ですとだいたい約2時間ぐらいで行けるので、ぜひ都内にお住まいの方や都内近郊の方、それ以外の方もぜひ参加してみてください。こちら MTL カップの第2回戦の日は5月の3日となります。1ヶ月前からエントリーが可能となってまして、次回以降はつなぎ等の装備もレンタルできるとのことなので、ぜひエントリー時につなぎ等の装備を持ってない方は相談してみてください。なお、今回同様に前日の5月2日は練習日となってますので、参戦される方はぜひ前日から参戦してみてください。そんなところで今日は締めたいと思います。それでは皆さん、今夜はこの辺でさよなら。尾形先生、今日はエキシビジョンお疲れ様でした。お疲れ様です。普段から結構走られてるとのことですが、イベントとかでこちらのマシンをミーティングで貸し出してるってさっきお聞きしたんですけれど、お客さんとかって普段違うバイクに乗ってる方が多く乗られると思うんですけど、みんなどんな感触ですかね。今回私も初めてだったんですけど、この GSX125M150、はい、すごく自然なオートバイなので、乗り心地もいいですし、練習にもなるので、僕は時々、ね、練習でも使えますし、みんなで競争するのもこれで割と楽しいのは知ってるので、はい、なんか今日みたいにね、本当いろんなライダーのいろんな方が出てるレースとかをこうワンメイクのマシンで戦うってプロのライダー的にはこうどういう感じなんですかね。まあね、僕らのレースってやっぱりそのカリカリしてます、どんだけ準備したかっていうのはすごくその大事になってくるんですけど、はい、それはね、本当僕らプロがやるお金もかかるし、その大変なレースなんですけど、はい、これは本当イコールコンディションで、装備だけ持ってくればね、あ、そうなんですよね、レースに出れちゃうっていう意味で言ったら、はい、レースを、ね、知ってもらうとかレースを楽しむきっかけっていうのを、このレースでね、このカテゴリーで知ってもらうっていうのはすごいいいんじゃないかなってすごく思います。私も本当にね、ここサーキット自体も初めて来て、で乗るのも初めてだったんですけど、マシンが扱いやすいから新鮮な形でもすぐに慣れて走ることができますし、プロの方も練習で使ってるんですけど、走ってる時の達成感というか、自分マシンに乗ってるみたいな、なんかでカラーもこのエクスターカラーなので、すごいマシンに乗ってるっていうような、なんかレースの楽しみがさらに広がるなって感じました。本当いいきっかけになりますよね。はい、
で、なんか自分にレース出るなんて程遠いと思ってたんですけど、まあ、マシン用意されてると、まあ、さっきおっしゃってたように装備を持ってくればできるので、レースを始める大きな一歩になるなって。そうですね、レースってね、ちょっと敷居が高い、まあ、サーキットも高いですけど、はい、レースっていうのはもっと高いので、はい、その、まあ、そうじゃないよっていうかね、うん、すごくその敷居がね、このカテゴリーに関してはすごく低いので、はい、本当レースを知ってもらう、はい、で楽しんでもらう、でやっぱ緊張感とかって、はい、やっぱレースでしかない、味わえないものって絶対あるので、本当にあのクリット並んだ時の緊張感は、ね、初めて味わいました今日、ね、あの本当楽しみでもらえればなって僕はすごく思います、はい、じゃあこれからもちょっと大きなね今日一歩になったので、ちょっとずつですがレースを私も楽しめていけたらなと思います。そうですね、本当に皆さんでねレースこのねこ の, あのオートバイでレースをこう楽しんでもらうきっかけを作ってもらえたら、はい、僕も嬉しいです。はい、じゃあ突然のインタビューありがとうございました。ありがとうございます。